岡県の歴史は僕たち県民が作ってきました。そして新たな歩みが刻まれる。福岡県の取り組みや魅力、知って得する情報をお伝えします。 You&My の知っとく福岡。こんにちは、知っとく福岡です。福岡県が誇る伝統工芸品の数々、その魅力を発信する SNS のアカウントがあるんです。インスタグラムの公式アカウント、福岡伝統工芸ファンクラブ。産地の活性化や伝統工芸品のファン獲得を目指して7月に開設されました。私もこのアカウント見せていただいたんですけど、福岡ってこんなに伝統工芸品があるんですね。そうなんです。福岡県内には経済産業大臣指定の伝統的工芸品が7品目と、福岡県知事が指定した特産民工芸品が37品目あるんです。県民の皆様にもっともっと伝統工芸品の魅力や良さを知ってもらいたいっていうところで、産地の紹介だったり、イベント情報、職人さんのインタビュー動画をたくさん発信しています。ぜひ皆さんフォローしていただきたいなっていうところです。カメラ目線で言った方がいいですよ。そういうのはその魅力を掘り下げるため、今回特別に伝統工芸士の工房にお邪魔しました。すごい、この距離感で私これ初めて見ました。着物の旗なので、はい、ちょっとでもちょっと大きいかな。ズバリこれはあれですよね、博多織です。高度な技術と美しい模様で知られる博多織。荒木さんは博多織作家として内閣総理大臣賞を受賞。着物や帯のデザイン、絹糸の染色、織物の製造まで手掛けています。すごい、こうやって織られていくんですね。手と足全部使いながら、この繊細な作業で。私帯も織るんですけど、帯の場合は私の友達が糸島で養蚕と、あと糸作りしてるので、それを使ったりしています。いろいろやってます。小物用に生地を織ったりとかもします。あとその体験教室、ワークショップとかで自分で作ってもらって、博多織をこう身近に感じてもらうというか。コースターやキーホルダーなど日常使いできる雑貨や、アクセサリー作家が作るイヤリングやネックレスもあるんです。荒木さん、いかがですか？すごい可愛らしいですね。なんか着てるの初めて、このブラウス着てもらってるの初めて見たんで、すごい嬉しいです。生地もすごくこう柔らかさが気持ちよいし、この柄が素敵ですよね。ありがとうございます。このアクセサリーも本当に可愛い。ありがとうございます。なんかこういうものから初めてこうね、博多織を取り入れるっていうのもとてもいいですもんね。伝統工芸品の魅力ってどんなところですか？手仕事のその緻密さとか良さですかね。なるほど、もうそれが全部こう詰まってるわけですもんね、うん、なので今回のアカウントを見てもらって、伝統工芸品のファンになってもらえたらなと思っています。今後、福岡伝統工芸ファンクラブのフォロワーに向けた産地訪問ツアーなども予定しています。10月19日と20日に開催される第15回福岡町村フェア。福岡県内の町や村から自慢の特産品、工芸品、おいしいものが大集合します。詳しくはご覧のところまで。来週もこの時間にお会いしましょう。